はい、と2021年1月23日ドラクエウォーク、本日は呼吸術のレベル30プラスをやっていきますということで、編成を左のような風に変えました。レンジャーは2人ですけど、さすがに回復2枚、特に賢者入れるときついなというところで、レンジャー1人はアタッカーに回して、それを手持ちの武器の中で、まあ、全体攻撃で縛りたいんで、何かないかなって、メラの全体はないんで、そこら辺を考えていくと、まあ、カンダート魔法庫を採用してみました。まあ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 、火力的にはね、メラにはね、ちょっと劣らんですけどね、さすがにね、ということで、まあ、とりあえず行ってみましょう。助っ人さんは、メラの全体レンジャーをお借りしましたので、では行きましょう。これ、さっき思ったんですけど、前回の魔人、私確かプラスやってなかったんですよ。今思ったらやってないですね。これ要は何、舐めとるわけじゃなくてさ、心がそんなすごくないもんでさ、やる気にならんっていうのは、この呼吸術もそうでしたね。わざわざ労力出して30をなりプラスをやる必要があるのかね。まあいや、とりあえず今脳科研究やっていきましょう。これじゃあ縛ってくれたで、そのままフォア吐き、あ、これ先にかけん方がいいんだ、かけん方がいいよ。そのまま攻撃していきます。これはそんなに火力出せるんですかね、トマホークがね。結構ね、これミス多いよね、物理に変えてみて思ったけど。これで魔法戦士はどっちからの方がいいんだろう。これスカラガルの方がいいんかな。わ、メラゾーマって組んで、とりあえずこっちに行きますわ。これただ今回ギラが効かんくなったというメラのがね、倍率が高くなったことで、これ高難度とか来てごちゃ混ぜの編成になると、これ悩ましいよね、この組み合わせが。私で言うと一応ギラとメラあるんで、魔法攻撃が。どれを持ってくのか、両方持ってきゃいいじゃんってありますけど、今回だってこれ、呼吸術のところ、これ、フワーハ必須になりますが、いや、これなしでいけるっていう人はいいけど、ずーっとかけ縛っとらなあかんよね。ひたすらアンコールしとらなあかんとか、そういう話になるから、そうするとレンジャー入れざるを得ん。っていうか、これ2人入れたら多分きついだろう。アタッカー2枚でいくか、アタッカー回復でいくか、それはまあ人それぞれの武器構成だと思いますけど。でこれとりあえずフバーハかけまして、こんな感じでとりあえず2人でね、かけていって、で心構成とか最後にまたいつものようにご紹介してますけど、前回と変えて結構体勢寄りにシフトしました。やっぱそれぐらいじゃないとちょっと辛いだろうな、で2人だもんね。まあスカルゴンからいこう、無難にね。そったりこいつは多分強くないだろう、体力的に。あ、そうだな、もう色あれだもんな。メインはあっちなんか、呼吸ですか。こっちでも別にあれだよな、そんな変わらんよな、多分。そんな体力が増えるとか。もともとあれだもんね、これなんかゾンビに見えるドラゴンってあんまなんかタフなイメージないもんね。みんな似とるよね、なんか系統がね、これ。キャドが強くて、ドルマもあって、で、会心とかあって、で、フバーハかけんと絶対ダメだみたいな。そうだな、こっちそんなあれだな、スカルゴの方は。魔法戦士クラウダ、やっぱな、耐性面だろうな。そうだね、そうだね、そうだね、クラウダやっぱね、そこだね。いいな、メラ全体いいな、いいな、あれ欲しいな、ほんとな。このレンジャーがボルケーノかスーパーノバかって、あ、スーパーノバって思い出したけど、助っ人さんの時見たんですけど、あれ何、あれ魔法戦士のスーパーノバなんかな、あれ。なんかフォースブレイクガンガン入ってくるんですけど、めっちゃダメージ出してくるんですよ。あれいいな。縛りがないっていう弱点はあるけど、いやでもすごい火力出とって、あれめっちゃ楽だった。さすがにこれ相手2人になるとレンジャーであれだとね、やっぱ縛りたいもんね。で一番苦手属性で攻めるとなるとメラなので、ギラでも別に弱くないんですけどね、あれが。まあ、実際私だとこれなり防具が1個しかないであかんすけど、全部上から下まで防具揃えとったらどうなんだろう、逆転現象まで行くんかな、メラと。あ、でもそうか、メラも私防具がないでかんか、書生とかあの辺りの防具が一通りあったらってとこか。スカルゴンはそんなやっぱあれだね。これでじゃあとりあえずこの場を攻撃していきますと。あいつに、あ、結構避けるねこいつら。あれか、骨だって当たらんのか、そういうことじゃないだろこれ。まあ、とりあえずスカルゴン無難に行きますわ。もうとりあえず落ちまして、まあ、これでなんとか。そこ、あれ体力どんなもんなんだろう、2万ぐらいとかなのかな、ちょっとはっきり分からんすけど、数えてないで。なんかこいつって最後になるとなんかおかしなことやってくるのかな、どうなんだろう。
でこれあわゆくはね、この回復の方のレンジャーとね、あの2人で影縛り狙うなんていうね、ちょっとしたことも考えたんですよ。なんか変なおかしなことやってきたら、なんか息を吸うとかなんかないんかな、そういうのが。ボルケーノとかでもいいな、この全体な。これが単体になると火力出せんもんで、メラゾーマがあるで、これガンダートマホーク持ってこれて、これ900はちょっときついよな。お、縛った。あの、あれ持ってきた方がいいよね、まだ。あのクリスタルクローとか、あの辺りのがまだ出るだろうな、多分。私とトツが全然足らんであかんですけど、そんでもいいだろう。これをここでじゃあやっていこうか。バリアーボで、回復バリアーボで縛っとる。ちょうどいいタイミングだね。いい感じになりましたね、なんとかで。ただこれ、強敵サンジもさ、上さんいやらしいっていうかさ、もうこれ完全不バーハ必須みたいでさ、多分これ、4突4本とかってフルオートできるんかな。安定しんよね、多分。と思うんですよね、こんだけの火力あると。縛りがうまく入ってってってとかけど、その事故率とか考えると、フバーハとかやって手動でやらなあかんことを考えると、やっぱあれだよね、うまみがないよね。で、さらに、何べんも言っとる通り、この心がね、集めようかなってなんか思わんすもんね。いや、どっちみち何、周回したらある程度は溜まってくるといいんですけど、そんなになんか、ね、意欲的に集めるような性能なのか、だからコスト制限とかになんか微妙にはまるかなと思うんですよね、微妙なコストの時に。うまく使えんかなと思うんですけど、それぐらいだよね。ここいい感じ、何にもあれだね、やることなくなったね。ルカニーって言ってもあれだな、メインアタッカーが魔法戦士で魔法で打ってるからスカラの方がいいね。そっちで落ちられる方が困るね。レンジャーはまず多分そったり落ちると思う。体力的にもあれです、結構体勢寄りにします、キャド寄りにしとるし、シェンジでも体勢とか確か持ってあるはずだから、魔法戦士が多分一番落ちると思う。これでもほんとあれだな、メラゾーマなかったらこのカンダート魔法具ちょっと採用できんだろうね。ゴッスマゴッスマとかになるんかな。レンジャーにだって炎の剣持たせてもそんな火力出せんもんな。ただ全体攻撃させたいよな。これがあるで魔法攻撃でかいんだよな、配信がな。あ、そんでもまだ体力あれか。結構あるで。てかこれ順番変わってねえか。レンジャーの後に行ってないか。まあ回復していくか、普通に。さあもうさ、レホイみたいにそれしかやることないから。縛りっていう手はあるんですけどね。これぐらいのダメージでいけば別にいいと思うんですけど、会心だよな、あれが怖いんだよな。あれがパッコン来られると、フバーハかけなきゃね、これ落とされたらあれだもんな。蘇生してからが間に合わんもんな。1000ぐらいか。やっぱきついな、ダメージ的にはやっぱな。1500ぐらい欲しいよな。やっぱこれが俺で助けられとるね、ほんとね。タイミングいいで別にあれか、早めにわざと更新していきますわ、これ、逆に。やることなくなるで、これだと。状態異常がないで、まだこれいいんでしょうね。変なおかしなことやってこうもんで。まあ、その代わりコンスタントに高いダメージ与えてくるというわけで。まあ、でも耐性持ってもこれあれだよな。回復系の方は耐性掘りでなんとかごまかせとるけど、アタッカーはちょっとあれだよな。そうすると火力落ちちゃうね。そのバランスが難しいですよね。メラで揃えれると理想ってとこだよね。ギラかイオか時点ぐらいが。でもこれ絶対私ギラ通ると思ったんだけど、まあ、通らんことはないんだけど、メラの方がダメージ出るもんね。悩ましいなこれ、高難度。でもギラ持ってかな絶対あれだろうな。次何が、何か来るんか来週。ていうか多分皆さんそうだと思いますけど、これもう、ん？今週、あ、来週って言った方がいいか、あえて。29日ですね。本日23日土曜日で、29日金曜日が、オコラとか含め更新だから、おそらくそこで新章じゃないかって私勝手に想像してるんですけど、あの、あれ、新職業も含めて。そっちの方に頭いっちゃうで、強敵規定も多分あんまあれだよね。今回のレアモンでもそうじゃないですか。多分あんまあれじゃないですか。その寒いとかももちろんあるし、ね、天候の、悪天候の状況もありますけど、あんま多分そっち意識いかんのじゃないかな。特にこれが集める心じゃないもんでさ、無理になんて言うんだろう、急いでやる必要はないけど、まあ集まったらいいわぐらいでね。どっちかというと表情のポイントだよね。そっちの方が誰だろうね。そっちの方に意識いくか、多分そんなになんか私がなんかな、私ほんと意識いってないんですよ。なんか中休み的なイベントで別になんか無理にして やらなあかんことあるわけじゃないし、レアモンに関しても、あ、結局何集めてったらもうあとポイントになるしかないっていうの、真珠の。
で真珠ポイントなんか貯めたって、あ、ふわあれだな、こっちでやっていくか。真珠ポイントなんかこれ結局もう貯めたってお金ないもんで、お金の方が優先だもんだから、全然何レアモンの嬉しさが半減しとるって私的に思ってる。まあそれは別のとこにしますよ、話がずれてきたので。まあとにかくね、寒いしね、やることもないしね、集める心もないしね、なんでよくやれだね、この30プラスもなかなかやる気にならんというところで、ね、だからあれだな、魔人もやってないんだよな、まあどっかでやらなかんね、あれもね、逃げとるわけじゃないですけどね、これほんとあれだね、やるいい感じにやることなくなったね。攻撃でもしよっか、タイガークローでもやっとくか。これ一応そういうようにも入れたんですよね、最初の。あ、そうそうそう、こういうのこういうのなんかおかしなことやってきたけど、こういうことできるといいよなって、まあタイミングが難しいですけど、2人おりゃなんとかならんかなって。まあその回復しなくてもいいタイミングがなかなか難しいですけどね。ジバリアじゃこれやっぱきついな、これあのガイアブレーダーとどんなもん出すんだろう。3000ぐらいは出すのかな。だったらあれか、単体効果力だったらまだあれなんかな、使える。これ本当にいいタイミングで何にもあれだね。まあ、スカラでもやっておきますよ、本当に。そこまでやるんかってとこですけど。でもこれさすがに回復レンジは多分2枚でいったらきつかったと思う。これまあ本当にやることないで、ちょっと空で殴って MP でもいただいとくか。いい感じに。きついと思う。レンジャーの回復200は欲しいよな。それぐらいないと多分きついので。で回復とフバーハと両立していかなあかんと結構辛いだろうね。2回回復したい時でフバーハも入れなあかんっていうタイミングになると。そうだね、ずらした。お、そんなにあれだった？結構でもうまくいきすぎたよね。あとこれ言えることがなり、やっぱその状態異常がない。転ばしとか魅了とかいろいろありますが、混乱とか眠りとか。あれがないもんで、まだあれだろうね。その耐性べ、まあ、そんでもあれだな。高いレベルのあれだろうな、攻撃力。結構耐性もおりましたよ、前回からにして。まあ、それとりあえず、後でご紹介いたしますとして。まあ、この宝ボックスがな、もうちょいさ、いや、まあ、文句ばっかり言ってんな。心もな、これまだなんかな、魔王の使いの 1.5 倍ぐらいだったらわかるんだけど、ね。だってお宝ボックス集めんでもさ、普通に何あのスライム買っとるだけでもお金とか結構増えてくからね、あの真珠ポイントに関してでも別にあいつら使わんから売っ払ってきゃね、そう考えてもまあそこまでありがとうございますということで、やっぱりあれだな、あの助っ人あれだな、レンジャーの全体メラノがいいね、うん、助かる本当に、私のあれだな、トマホークには火力出せんで、そこがあるとまああれか、結構最適化デッキになるんじゃないかなというところで、それで構成なんかご紹介いたしますってことなんですけど、これ装備に関しては変わってないんですよ。あ、そうだ、職業を変えたんだ。これは一緒だったはず、確か。あれ前どういう風にやったな、レンジャー2人に魔法戦士と賢者だったか、あれちょっと忘れちゃった。これいかん、これ上書きしてこのデッキで書いちゃってる。まあ、順番に行きますわ、ということで。とりあえず戦闘のレンジャーがアタッカーレンジャーで、装備これほんと変えてないんですよ。カンダートマホークにして、これ、ジバリア用のアクセサリーつけただけで、全く変わってないんですよ、確かこれで。それで、2番目の魔法戦士、これも変わってないんですよ。これが一応別に何、シャド耐性あるもんで、まあいいかなと思って。で、これつけときは別に何、メラとギラと入れ替えて、ね、テストできるもんで、こちょこちょこちょ変えたときに防具までやるのめんどくさかったもんで、なんでしたんですよ。だからこれで言うと、ここも入っとるんですよ、その場は。まあメラだでいいですけど。これならね、メラとメラ入っとるから、どっちか変えれば、これを、例えばギラで試したいときに、今回のアクセありますが、どれだった？下の方だったね、確か。ちょっと待ってくださいよ。これ。これに変えやギラセットができるから。なんで、まあ、このままでいいかなと。別にこれも構成変えてないですよ、装備面に関しては。それで3番目の賢者も一緒なんですけど、装備面はこれ変えてないね。職業を変えたんだろうな。レンジャー2を前回復だったって、で、アタッカーが賢者と魔法戦士をアタッカーにしとったんか。で、賢者を回復にしたんか。あれ、魔法戦士だったかな？あれ前なんでやったろ、魔法戦士でやってたの覚えあるけど。はい、ちょっとごめんなさい。うる覚えだ。これデッキ上書きしちゃったらあかんわ。ということで、どういうことやんってことなんですけど、3番目これ回復の賢者でございます。装備的にこんな感じで。まあ、やっぱ心がでかいね、素直にね。耐性がね。キャドとドラゴン耐性あるし、
それからこれもキャド体制あるし、後ろの2人は本当あれだよね、あの体制的にはあの痛恨で落ちるってとこなので、まあ、可能性的でやっぱ一番低くて魔法戦士ですね、落ちるのはね。それで最後の回復レンジャーですけど、これもやっぱ装備変えてないです、そのままで。これが確かね、そうそう、キャド体制やった。まあ、本当あれだよね、光セットでね、地味にでかいよね、これで。キャド体制あるしね。ここがやっぱでかいよね。これが本当で、なんでこんなにもこんな鎧ばっか当たるんやって最初思いましたけど、生きたね、ヒャドとドラゴン体制あるで、ほんとここで輝きましたということで、それで心構成なんですけど、戦闘のレンジャー。まあ結構、耐久有利だと思います、素直に。コラビでね、ヒャド体制。で、北ブリでヒャド体制。まあこれで採用しました。体力もあるし。で、ギガンテスは、まあもちろんこれはね、体力あるのとドルマ体制あるのと、まあそこで採用しました。ジバリエももちろんね、うん、うってつけですし、ここはもう一個なんか体制入れたかったんですけどね、赤か青で。なかったんで、まあ素直に一番体力高そうなアームラインを採用して、で真珠に関してなんですけど、一応体制あるんだけど、ジバリア特技もあるということで、一応このね、耐久真珠も私ずーっとね、A とかでももう売らずに残しとったんですよ。試しに、ちょっと待ってくださいよ。ドラゴンで見ます？こんな感じ。もう残しとったんですよ。もう全く A とか一切あの手つけてないです。B から下だけあり合成とかに回して A なんかもう一切見てない。本当に。してもう残しとったんですよ。それがうまくいきましたね。これがね、役立ったね。ドラゴン体制あってジバリアと、これがでかかった。そんなんで、ね、まあせっかくなんでね、ジバリアトマホーク採用する気にもなった理由ですね。それで2番目の魔法戦士メインアタッカーです。これもやっぱ耐久寄りにしました。ギラとメラの決定的な違いってこれだよね。フレイザードが使えるか使えんか、ね。いや別にギラでも使えるんですけど、メラで使えやね、これヒャド耐性漏れるからそれがでかいんだよね。で、火力面もね、出せますしね。で、なんといってもこれ体力あるでね、コストが重いのはネックですけど、それがでかいんですよね。で、こいつですね、変えたので、ね。スカルゴンを採用しました。ヒャド耐性で。さすがにで、ここが一番なんなるで、体力減るっていうのはわかりましたけど、それでもこれ変えていくならここ低いか、あいつだもんね。ちょっと待ってくださいね。メラでいきますか。メラでいきまして。メラで。そうだね。ブラックドラゴンか、低いだけど、両方耐性大もんで、だからあかんすよ。特に低い割では体力もないしで、まあ、そういう意味でちょっと怖かったけど、スカルゴン採用してみました。それでさらに、まあね、石橋を叩いて渡るじゃないけど、さすがにね、あの30やった時も火力の強さは分かってたもんで、こんなのを採用しました。まあ、これもあったんでね、残しといたらよかったですね。ドラゴン耐性 5%、メラ呪文 5%、まあこれなら悪くないかなって。その分をガイアつけて、これ 15% だね、まあ火力的にはメインアタッカーでね、落としたくないけど、落とされたくないというジレンマで、こんな感じにしました。それで3番目の賢者、これがメイン回復ですね、完全なね。まあ、これも耐性寄りにしましたけどね、素直りで。メタルホイビンに、あ、そうだ、前メタルホイビンだったかな。違う違う。後ろが、あれなんだ。レンジャーが、回復、後ろの回復レンジャーがあれが、デスペシャル入れとんだ。そうだそうだ、そうです、そうです。どっちがいいかなと思って、両方バラしてみたんですよ。っていうのがレンジャーのがね、回復弱いですよ。だってデスビサルを入れた方が逆に賢者は回復あるから多少でも耐性持った方がいいかなーって言って秘密兵器じゃないですけどこれがこれもまた残しておいてよかったのね耐性 7% で HP 回復 5% でまあ、ほんと全員ねあの装備面に関しては見た目と変わってなくてねなんかそんなに構成何カンダートマハーク入れただけかなって見えますけど前回の30に比べてこれがね真珠を全部ほんと耐性面の方にゴロッとシフトしたんですね残しといてよかったね、ほんとね。体勢も、うん、ずーっと売らずに全部残しといたんですよ。これがうまく生きたということで、それで最後の回復レンジャーが、まあこれはオーソドックスかな、割と。ここがね、迷ったんですよね、メタルホイミンと。ただ、ヒャド耐性 10%、こっちの方が比率が高いもんで、メタルホイミンでも別にね、全属性耐性あるから、で、体力も向こうの方が多いと思いますけど、ヒャド耐性 5%、まあ、ヒャドの確率の方が高いから、こっちの方がかなーで、さらに HP 回復効果ね、一応 10% あるんで、回復もまあ間に合わんと、レンジャー2人でほんとカツカツだったなって、素直にあの、体感しましたもんで、賢者入れてどうかなーってと、一応まだ保険じゃないけどね、逆に体力が少なくなるという怖さもありましたけどね。左に見ての通り、賢者670で、レンジャー610で、まあ、もちろん適正の色じゃないから、一概に同じ心値つけたってね、同じ数値にならんですけど、一応まあデスピサロとメタルホーミンの差が大体あれだもんね、体力差が5、
これが73の39、まあ、3,40 ぐらいは違ってくるか、そこら辺考えてもね、まあ、多少の誤差はありますけど適正枠じゃないっていう意味で、うん、それが怖かったけど、まあ、一応採用してみました。なんで一番後ろに下げました、まあ、これが最適かどうかわからんですけど、ここにあったあれだよね、レンジャーが全体攻撃のメラとかあると今回の強敵プラスにしては割とあれじゃないかなって思ったんですよね。あとフワーハの順番ですよね。最初のレンジャーは私逆にかけない方がいいんじゃないかなって、要はアタッカーの方、こいつをこれでかけずに一回ずらしていった方が、もちろん落ちるっていう可能性はありますけど、最初からいきなりで全部バッカーンって来るわけじゃないもんでって思ったんですよね。で、なんでああいう風にしたんですよ、最初にかけずに。そうすればずらせるし、これがあれだよね、完全なメインアタッカーじゃなくて本当サブアタッカー的、まあもちろんこいつがおったからですよね。メラゾーバで火力出せるの分かっとったもんでそういう使い方できましたけど、結構これ耐性ボランティア悩ましいと思う。だって私こんだけあれですよ、アリアハン使っとるところが賢者の頭ですかね、それから戦闘のレンジャーの下ですかね、そこだけだもんね。それ以外は何らかのやつ使ってるもんね、盾がないとかそういう話は抜きにしまして、まあ、全体的に結構体勢をある程度持っとるつもり、ドラゴン体勢も入っとるしで、交流が全部あるわけじゃないけど、で真珠だって体勢で使っとるから、まあまあ持っとるつもりなんだけど、それでもあれぐらいのダメは普通に食らうから、まあ、逆に言うとこれぐらいでも持ってかんときついんじゃないかなというところで、まあ、最後に開けていきましょうか。お宝ボックス溜まっとる分、今回のあれかあれの分も含めてこれで何、私ゴールドがいいんですけど普通に、とりあえずこれで開けて終わりましょうということで。あだね、これで全部で何5億だね。真珠ポイントじゃないでしょ、あれゴールドポイントでしょ、2億5000万ぐらいでしょ。ってことでそんな感じ終わり。